ハウモンアイドル野球部やったぜ。今日もちょっとよろしくお願いしますね。そうですね、はい、大丈夫みんな体は大丈夫です、はい、大丈夫そうです、はい、練習の前にね、なんかある方がなんかあるものをやりたいっていうのでなんかある人います？はい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 、あ、出た、小西。小西どうした？行きます。はい、今日はアイドル野球部の皆さんに対する気持ちを表現したいと思います、うん、はい、ではまずこの白いハンカチと赤いハンカチ、うん、手の中に一緒に入れていきたいと思います。はいはい、ズン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 、どういう BGM？ BGM がちょっとね、なんか、はい、入れたところで、ね、なんだよね、息をふっとかけて、今度は下からね、うん、えいちょっと出したいと思います。で右手にしまいますね。ここで私の魔法のステッキで魔法をかけます。はい、デデンデンデン。開けるとブユーデンでしょ。さっきのデデン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 ブユーデンでしょ。さっきの今日なんか小西。赤いハンカチと白いハンカチ。あれ？あれ？お一枚になって、おはあ、おお、アイラブアイドル野球部、えんユリナでマジック、ありがとうございました。終わったね。ちょっと小西、それはないって。あ、出た。君ね、野球に関すること一個もやってないでしょ。でもほらハートアイちゃんに対する気持ち、ね、いらないそんなの。私は真剣に野球がやりたいの。私もやりたい。ちょっと。みんな思ってたんですけど、はい、掛け声とか足りないと思うんですよ。なるほど。もっと前とか言ってとか、もっと元気出してこうよっていうのがないんですよ。あ、声が足りない、うん、ですよね。はいはい、なので皆さん今日覚えてください、掛け声、はいはい、まあ、ライトの人とかいますね、はい、でみんな右右もっと右とか左左ってちゃんと言ってくださいね、はい、前前もっとバックバックしてバックでしてほらほらほらやめろ、お前ら覚えた、お前ら、アイ様、はい、なに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 、なんだよ、面白いけど何これ、恥ずかしいですよ、何これ、リハビリやってんの、みんな恥ずかしくない、私はちゃんと、はい、今日皆さんのためにですね、パンのケーキを焼いてくれ、わー、アイドルっぽい、アイドルっぽいよ、アイドルっぽい、いいね、何ケーキ焼いてきた、ケーキ焼いてきただけ、本当にケーキ焼いてきたの、本当にケーキ焼いてきた、おありがとう。さすがだね。どうぞ、それね、食べんの今。どうぞ。皆さんが間でね。間でね。とにかくみんなね、野球頑張ろうぜ。待って、戻って。ここで田之倉監督からある発表が。監督。はい。なんかこう発表があるとか。え、はい。いや、もう試合をしようと。相手が決まりました。おついに試合が、はい、大丈夫ですか。相手は稲城オールスターズ、稲城オールスターズ、はい、東京都南多摩地区の稲城市で活動している稲城オールスターズが対戦相手に決定。まずは敵の情報を知ろう。シニアの、はあ、チームで、シニアっていうと60歳以上、そうそうそう、おじいちゃん、おばあちゃん、おばあちゃん、男性ですよね、男性でも強いと思うよ。いや強いですよ、うん、そりゃだって経験値がありますから。いやそうだ、60ちょいの人なんて、はい、普通に全然動けるからね。そうですよね、うん、だからまあちょっと胸を借りるみたいな。そう、まずはだからとにかく野球はどんなものなのかって知ってもらわないと、うん、なんとも、うん、ね、練習だけじゃつまんないし、はい、それはいつ頃、まだ1ヶ月後ぐらいかな、約ちょっとだからそれまでになんとかね。でもちょっとそもそも試合が成立するんですかね。問題はピッチャーなんだよね。やばいやばいやばい、どうします今、すげえ飛行機飛んでますよ。やばい、無視しますか。やばいやばい、ちょっとこの豪音の下やりましょうか。やりましょうか。うちの番組は大丈夫です。いや、ね、はい、確かにこう練習試合、うん、ちょっと心配だと思うんですが、心配ですよ。僕はねちょっと自信あります。
というのも実はね、ヤグちゃんに隠れて密かにね、みんなで練習してたんですよ。何それ、いやちょっと待ってよ、はい、チームなんだから声かけてくださいよ。声かけました、はあ、ただまあそのスケジュールをいただけなかったまあ、練習したんですか。練習しました、この前。ほら結構たっぷり、成果が上がってるから、ね、こちらがヤグちゃん不在で行われたチーム練習の様子。田之倉監督指導のもと、部員たちはみっちり5時間も練習。みんな野球を全くやったことのないど素人でも頑張った甲斐があってかなりスキルアップしたのですが、あのね、うん、乳酸菌がね、うん、練習開始20分ぐらいで足やりましたよ。なんでなったか知ってる。なんでですか。投げるのに足上げただけでグリッとなったの。あら私ね、本当に乳酸菌取ってるのかよ。やっぱ毎日取んないとダメですね。その辺乳酸菌取ってなかったの。ずっとベンチでこうやって座ってたの。乳酸菌。真剣になるために今日も練習したいと思います、うん、連帯責任です。やっちゃいましょう今日も。悪夢の連帯責任。一人でもミスをした時点で全員でスクワット。この間筋肉痛は皆さん大丈夫でした。次の日なりました。今回は連帯責任でバッティング。三振したら全員でスクワット連続バッティング。やばい、まあ言えんじゃねえんだけどだって3回しかチャンスないんですよね。まあまあ、そこで1本でも前に出せたら OK、うん、まあそれが一打席ってことですからね。まあそうなんですけどね、はい、大丈夫バッティング。あのね、はいはい、リカちゃんがね、うん、あのテニスでインターハイ行ったんだっけ、はいはい、すごい要は期待されてたの、はいはい、その前、はいはい、でも一番こうスイングが力強いんだけど、うん、そうテニスの癖がついてるから、あしゃくっちゃうっていうのかな。そう、なるほど。だから一番一番時間かかったんだもんだって。そう、そっか、もうテニスの基本ができちゃってるから逆に野球に変えるのが難しいんだ、うん、エースリカちゃんバッティングで悪戦苦闘。練習してきました今日、大丈夫いける。頑張ります、うん、頑張って。でも運動神経いいですから。一番当たってたのは誰だったかな。このマミピョンだ。そうか、お、すごい、うん、優秀。さあマミピョン今日膝やっちゃってるから、はい、もしその負けてもスクワットはな、うん、あ今日はもう休みでね。え、本当ですか。はい、やったー。あのマミピョンがどんどん普通の女の子になった。オーディション時はもっと変な子だったんだけど。そうですね。今日はアイ様がね意外とダメでした。ダメです。ダメバッティング、はい、いやだけど成長ナンバーワンに近いよ。おお、本当ですか、本当ですか、うん、ところがこれが後に監督の誤解だったと判明することに。やっぱでも監督に好かれてなんぼだと思います。あれ監督ちゃんと愛様の雰囲気入ってるから。もしかして違うの。あのね、はい、努力を人一倍するのよ。おお、見てる夜もね。おいほらお前枕すんなよ。前下手じゃなくてね。はい、あじゃあ、うん、見てるよ愛様。ありがとうございます。練習してるとこ、ね、でもやっぱね、はい、若い子は大丈夫だ、うん、前の3人。確かに、だからもう、うん、3人はいけるでしょう全滅は。しかしその言葉に動揺している者がいることをまだ誰も気づいていない。後列ちょっと頑張んないとね。私を含め、はい、分かりました。一応これから、うん、監督が打順を決めて、はい、これはとりあえずね、1番まなみちゃんで、まなみね、はい、1番、2番がやぐっちゃん、私2番、はい、はい、3番がりかちゃんで、4番がはるくね、よし、で5番が愛様、愛様で、6番が
6番小西だな。小西、はい、うん、で7番がリーガちゃんね。あ、じゃあカリンちゃんね。それでアマンダ、マミちゃん。マミちゃんはとりあえず足があれだから。そうですね、うん、はい、じゃあその都度何かあったら書いていただいて。そうですね、わかりました、はい、じゃあまずトップバッターいきますか。はい、まるみちゃん頼むぞ。頑張れ、頑張れ、よし、うん、つだけでいい、はい、3回あるからね、チャンスは。頑張ります、頑張れ。今回のルールはご覧の通り、とにかく球を前に打てばよし。え、結構高いんだボールって。おお、よし、2番、2番、2番、私ちょっと救急車待ちます。救急車待ちます。 OK。 ちょっと待って、ちょっとバット変えた方がいい、変えた方がいい、バット変えた方がいい、それの重たい。おお、本当だ、全然違う。はい、プレイ。うわスイングオフェこれじゃヒット飛ばすなんて無理なのでは。あいつもやばいです、結構届いてないボールに。上から、アイドル野球部ブログもチェックしてね。